何ですか、スタンダードアイグに来ております。今回はですね、山口県をきれいにしようということで、山口県のユーチューバーさんが集まりまして、ゴミ拾い駅伝をするということで、今回ね、僕も参加しております。紹介します。メガネ山口さんです。はい、どうも。山口県ユーチューバー、そしてローカルタレントのメガネ山口と申します。よろしくお願いします。今回ちょっと私の方が、ゴミ拾い駅伝というのを企画いたしまして、はい、ちょっとモコちゃんさんに僭越ながら声かけたらですね、OK をいただきまして、今回なんとアンカーと、ということで、大道駅からスタートをしまして、この後周防大橋まで行くんですが、周防大橋の中腹でゴールということで、はい、駅伝ラストアンカーよろしくお願いします。お願いします。そしてたすきなんですけど、はいはい、駅伝といえば、はいはい、物を増やすのちょっと抵抗があったので、うんうん、今回のゴミ拾い用の火バサミをたすきとしておりますので、これたすき、これアンカーのモコちゃんさんに了解しました。お渡したいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。受け取りました。そうなんですよ。で、大体ゴミっていうのが人工物が多いじゃないですか。で、人工物は光を反射しやすいんですよ。で、一瞬ちらっと光ったら大体ゴミです。はい。タバコですね、これね。タバコ。こういうのはめちゃくちゃ多いですよ。タバコとか煙とかですね。ありがたいですね、なんかこのゴミ拾いにさせていただいて。このゴミ拾い駅で雨一回もなくて、あ、いいですね。はい、全部晴れてるんで、ありがたいですね。まあ、このとこじゃなくて、何ですか、スタンダード。スタンダードって書いてある。7月8月になるともうちょっと歩いただけでしんどくなってくるんで、まあでもそれでもね、山口県が綺麗になるって考えればやっぱりやりがいはあるんで、はいはい、楽しんでできてますけどね、一応まだ今年40ですよ。僕も40なんで今年、いやいや、ねえ、ちょっと怖いっすよね。そう、マスクはこの時期なんで、マスクが非常に多いですね。3つ目ぐらい。意外とすんなり進めてますよ。はい。はい。多分もう1キロぐらい進んだら、もう周防大橋入り口ぐらいまで行くんじゃないかな。これ、中身めっちゃ入ってる。テレビで見ると、めっちゃ太って見えるらしいで、で、なんか、直接お会いすると、はいはい、意外と痩せちゃうんだねって思うんですよ。あ、俺逆です。意外と、あ、本当ですか？意外と硬いがありますよ。いらんねえのに。よいしょ。よし。そうですね。あ、そうっすね。ヘビ大嫌いなよな。でも見た瞬間ダメっすか。大物ゲット。ミルクティー、大物ゲット。意外とあんまりないですね。そうですね、うん、まあ、あと2人でやってるからっていう部分もあると思います。2人でやると意外と負担減るんですよ、めちゃくちゃ。あ、そうなんですね。はい。あとは生魚とかありましたね。ブロックに入った生魚で、確かビニール袋50ぐらいにして、あ、なんてこった。
何これ。これは私にとってはもうショックすぎますよ。これうわ、きついな。これメガネ山口っていう名前なのに、私ちょっとこれ本体ですからね、私の私の命ですからね。これはこれでもちなみに、あ、これね、老眼鏡っす。あ、老眼鏡、老眼鏡っす。なんでこんなことしたの。全然見えないんで。へ、これね、でもメガネって結構ね、落ちてるんですよ、実は。はい、はい、あった。お、ほんとや、あ、伝わりが気づかなかった。なんてこった繋がった。それや、間違いないわ。これは、嘘信じられん。うわ、でもね、度が強すぎる。やっぱこれ老眼鏡っすわ。あ、めっちゃクラクラする。これ、あの、俗に言うなんとかルーペのもどきですね、多分これ。はい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 、はい、ありますね、はい、超拡大されるんで。うわ、目が痛い、ほんと痛い、これ。うわ、ほんとメガネってゴミ拾いしてると落ちてるんですよ。そうですね、特にやっぱ老眼鏡とかはいっぱい落ちてて、メガネ動いたら結構ありますね。距離でしょ、うん、そうなんですよ。歩くと意外とやっぱあるんですよね。車って一瞬じゃないですか。で、車で通ってると意外と綺麗に見えるんですよ、道って。でも歩くと細かいゴミいっぱいあって。そうですよね。このとこにコーヒーが。これ甘いやつや、甘いやつ。やつね。5人目ってことは、1人目が誰やったんですか。で、はいはいはい、で2人目が、うん、おーちゃんっていうファイナンシャルプランナーの方が。ファイナンシャルプランナー、はい、ファイナンシャルプランナーっていう、あの、金融関係の近くに1級を持ってらっしゃる人がやりたいと、はい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 、で3組目が、うん、山口大学の、はいはい、研究会、こっち研究会。そうです、はい、で、4組目が、はい、調子がなんか裏のラーメン屋さん、はいはいはい、あそこはあの YouTube チャンネルないんだけど、うん、教育したいってことで。あ、すごいですね。ただ僕の動画でそれを配信するんですけど、はいはいはい、で5組目が今西優太っていう、はい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 、アイドルの子を、はい、やってくれて、うん、でラストです。あ、なるほど、はい、頑張らんといけん。みんな頑張ってるわ。そうなんです。みんなこれで約5キロくらい歩いてくれたんですよ、うん、このね、何やったかいんだけど、まさにのね、助けとして助けでみんな頑張っとるわ。いいやった。ちょっと歩くってこう気候との勝負なんですよね。雨の時が、はい、大体今のこの袋の中の重さの倍になるんですよ。あ、そうなんですか。水含んでるんで、ゴミが。車の部品や、多分ライト関係や。タバコや、タバコが。これもタバコでしょ。ラマレードだ、ラマレード。誰やねん、タバコすごい、タバコ。誰やねん、さすがよ。拾って、こんなの。あ、すごい、これ何これ。え、何金属、カメラの棒かね。自撮り棒っぽいっすよね。自撮り棒や、これ。ですよね。YouTuber としては心が痛いわ。ね、ですよね。これ、あ、やっぱ伸びるやつや、これ。ああ。誰か踏んじゃってる、そんで。ね、ですね。車で踏んだんかもしれないですね、これ、ね。ああ、ほんまや。うわ、胸が痛いわ。あの、ちょ、これはもう回収しましょう。暑い。わかる、暑い。めっちゃ汗かいとるんやけど。あっち。結構大変。ああ、でも多分この、あ、角を曲がれば。あ、いいですね。はい。すごい。壁があるから、はい、景色がすごいですよ、この辺。ああ、そうっすね。水田風景がすごい景色がいい。すごい、これ。タバコ、綺麗なやつや、これ。これ入ってるんやな。あ、入ってらん。通りは少ない、でも交通量の多い道。入ってくるような感じ。間近っていうのを見せて。なんかおる、なんかおる、なんかおる。あ、うわー、気持ち悪いわ。苦手なんすね。うん、あれ、壁ちょろって言うの。はいはいはい。あ、橋が、橋が見え、見えた。一橋見えましたね。いやー、あの真ん中がゴールです。オッケーオッケー、はい、行きましょう。なんだろこれ。蛇みたい。
陶器。よいしょ。ガムで作ってる。これはまあクリーンセンターではね器具でくれますけど、これもあるんですよ。自分で処理めんどくさいから捨てちゃうっていうのが隠しなんですね。隠しなんです。隠しですよね。まあ、あの回収しましょう。足が当たるよ。でもまだ割れてない分だけまして。ああそうですかね。よく割れてるんで。そうましたね。これやってるぞ。目の前ですね。あ、こう見たら綺麗。景色いいっすね。まっすぐで絶景。めっちゃ綺麗。あの、ゴミ拾いしてて、うん、海が見えると心が和むんですよ。いいですよね。俺も海大好きやもん。やっぱあのゴミってやっぱ汚いもんなんで正直、うん、それを見続けてる中でこういう綺麗なのを見ると、はいはいはい、そうですね。よかった、ここまで来れてみたいな。すごく気持ちいいわ。気持ちいい。景色もいい。なかなか道路歩かんもんな、普通。そうなんですよ、うん、車では通るけど歩くとやっぱ全然違う。気持ちいいわ。山口君、車社会ですもんね。うん、車がないと生活できんからな。今日かなりいい天気で、うん、本当にいいですね。運転手は最高っすね、うん。I'm looking out from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow.I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. KG saxophone. We'll order in a bunch of food.Put your favorite music on all the way baritone、yeah. Shut the lights, go infrared、We can spend all day in bed I'll be the one in the dark room I don't have to do one single ありがとうございました。さあ、ゴミ拾い完了です。結構あった。見て、こんだけあった。意外とありますね。ありました。ね、実際どっちを次とわからんわ。結構ね、車のグリップとか、あとメガネ。ねえ、ここが痛いわ。あと、処理と、ねえ、あんなもありましたからね。結構達成感、気持ちがいい。はい、今日はね、ゴミ拾い駅伝アンカーということでゴミ拾いやっていきました。ゴミ拾い駅伝大成功です。イエーイ。ありがとうございました。はい、ということでまた明日です。またね。Your favorite music on all the way baritone